それではですね、前回、課題の補足は終わりましたね。それで前回一部省略をした、つまり情報の表現で、その非常に単純なですね、文字とか数字しか、ご説明していないと。で、主張といいますか、原則はですね、任意の、情報を表現できる。そうですね。しかし、それは、当然なわけですが、つまりそれ以外情報を表現する方法はありませんから、表現されている情報は全て、記号列で表現されているはずなんですが、どのように表現するかというのを理解しておくというのも大事だと思いますので、その補足をですね、前回割愛するとか言いましたが、割愛するには愛が強すぎると言いますかね。ということでですね、複雑な情報の表現の、先週の取り残しですね。それではですね、何でも表現できると言ったので、それを多少その、あの、まあ、その、まあ、証拠と言いますか、それをちょっと示してみましょう。例えば、気構造。いろいろな構造を表現しないといけないですね。現実にはいろいろなものがあって、いろんな、例えばこの立体とかいろんなものを表現しないといけない。で、これ例えば気構造を表現する。一つのこうナイーブな表現です。ということで、ナイーブな表現というのは、非常にそのこう素朴で、またあまり考えていない表現という意味です。だから、普通こういうことはしないんですが、例としてナイーブな表現、そういうニュアンスですね。そうするとですね、頂点がアルファベットで、が書いてあるような気構造を表現したいとしますね。一つの例です。表現方法を決めるんですね。これも全てそうです。だから、通し番号の決め方を決めれば共有できる。このことを表現方法を決める。そうするとですね、この場合は、木をある一定の仕方でたどって得られる。そのたどって得られる順番に従って、情報を書き下そうとします。そうすると、例えば、その木をたどる仕方としてはですね、何通りかあるんですけれども、例えば木をルートをたどって、こう左部分に全部をたどって、それから右部分に全部をたどるというのを繰り返す。こういうたどり方で一位に全てのノードのたどり方を一位に決めることができます。この場合だと、まずこれをたどって、次にこのをたどるんですけど、リカーシブにたどるので、これ1個しかないから B ですね。次にこれをたどるので、同じようにルートをたどって、左部分をたどる。で、右部分をたどる。そうすると、この場合はですね、A、B、C、D、E と。こういうふうにたどれます。で、たどって得られるシンボル列で表現するとします。ただしですね、部分義間の表現は区別しないという、区切らないといけないので、こう、括弧で区切ることにします。そうすると、この木の場合はですね、こういう記号列が出てきます。A、括弧括弧の間が左部分、括弧括弧の間が右部分。で、その中身は同じような構造を持つ。こういうふうな構造になります。これは、こんな表現は普通しませんけれども、例えばこんな表現をすれば、この情報は表現できるということになります。で、情報の表現の基本的なですね、戦略は、この段階的に表現をするということですね。で、この A、B、C、D、E と、これはどう表現するんだというのが次の問題になるわけですね。コード化ですから、ビットじゃないといけないじゃないか。そう、だったらそう、お望みならですね、01で表現するという場合はですね、先ほどの ABCD は01じゃないからダメじゃないかということなんで、じゃあ、こう通し番号をつけようと。この通し番号の付け方は、順番につけると。これだけのシンボルしか出てこないと分かっていれば、3ビットで十分でね、3ビットでこういうふうに、通し番号をこの順番につける。そうすると、先ほどの記号列は、このような情報になります。で、この情報、これコードですね。こう見ても何かわかんないですが、この情報は3ビットで1文字を表しているということが分かって、このコード表があれば、先ほどのアルファベットと括弧が復元できます。で、さらにですね、復元したこれがですね、気構造をたどって得られた文字列であるということを知っていれば、ルートが A、左部分儀のルートが B、右部分儀のルートが C というふうに、気構造を、再現できます。ということですね。
で、以上まとめるとですね、まあ、このようなことになるということですね。先ほどのその気候像の表現、普通ああいうことはしないと申し上げたんですが、それではどうするんだということで、一つだけその標準戦略というのをご紹介しましょう。現実的な行動書記法。これはポインターを使うんですね。皆さん、ポインターというのは何かを知っているかもしれないし、実際に使ったことがもちろんある人もたくさんいると思うんですけど、ポインターというのは何かというのを、まあ、確認してみるというのも、悪くはないと思います。例によってですね、従ってポインターの本質というのを、ちょっとですね、コード化の原則に振り返って考えてみましょう。で、複雑な情報をですね、記述する最も基本的な道具、これ人間が普通にやっている道具ですね、コンピューターに限らず。これはですね、情報に名前をつけるということですね。で、具体的にどういうことかというと、名前と情報の対応を維持するということです。例えば、東北大学。我々の名前がありますね。そうすると、東北大学そのものを使う代わりに、東北大学というその文字列を使えば、その代わりになると。それで、十分にですね、理解をしている人たちにとっては、伝わるわけですね。で、その名前をその他の情報表現の中で使用するということをやると。まあ、当たり前のことなんですが、これがその情報表現の最も基本的な道具です。数学やいろいろな学術的研究、まあ、学術的研究に限らず、この名前をつけていろいろな情報を段階的に表現していくということで、まあ、我々のですね、情報表現は成り立っているということになります。で、我々の表現がこうなっている。これが非常に有用な道具である。ということはですね、全く同じ形をした情報処理システム、デジタルコンピューターによる情報処理システムでも同じ道具が使えるはずですね。ということでですね、情報のコード化でもですね、この道具を使います。で、これがですね、情報のコード化でも最も基本的な機能になっています。で、人間の場合はですね、東北大学と呼ぼうということでみんな合意すればそれでいいということなんですが、で、情報のコード化ではですね、それを明示的に決めないといけません。ということでですね、何をしなければいけないかというと、まずですね、名前と情報の関係を維持するということになります。で、具体的にどうするかというと、戦略はこうですね。まずですね、通し番号を振ったコードの格納領域、メモリーと呼びますね、を使用すると。格納領域は長さ、大きさが決まっているとします。例えば 4GB であれば、4GB この1バイトの格納領域があって、それぞれに通し番号がついている。この通し番号をアドレスと言います。これ番号ですから、通し番号は2進数でコード化できます。ということで、コードで表せる。ということで、このコードの格納アドレスをコードの名前として使用する。このコードというのは、格納領域に入っているデータのことですね。そのデータそのものを使わずに、その名前、すなわち、通し番号、これを2進数で表現したもの、通し番号をコード化したもの、これを名前として使用するということです。そうするとですね、その我々が行っている名前付けと同じ、この機構がこれで実現したことになります。あとはですね、使えばいいわけですね。名前を他の情報の表現の中で使用するということでですね、アドレスを2進数でコード化する。通し番号ですね。これアドレスと呼ぶんですが、それを2進数でコード化するとデータになります。このコード化されたアドレス、これ2進数、単なるビット列ですが、これをポインターと呼びます。で、そのコードの中で、まあ、このコードはどんなコードでもよろしいんですが、コードの中で、その他のコードのポインターを参照する、まあ、使用するということになります。これがですね、名前をつけて、データを、まあ、階層的に表現していくという我々が行っているものと同じことになる、同じ道具になります。この道具を使えばですね、この道具が最も基本的で、この道具を使っていろいろな複雑な構造を、次々にコード化していくことができるということですね。で、具体的な例を次に示します。まずですね、その前にですね、抽象的に
木に名前をつけます。これ部分木に名前をつけることにします。名前と名前をつけます。トップレベルの木全体を CA と、コードの A ですね。A と名前をつけます。この CA は A がルートで、左部分木がこう名前、CB と CC という名前の部分木を持つ A だというふうに名前をつけます。CB はですね、B で部分木がない木だと。CC、この右部分木ですね。この CC は C で始まって、部分木が CD と CE だと。CD は D というシンボルで部分木がないものだと。CE というのは CE で始まって部分木がないものだと。こう木の部分木にすべて名前をつけると。これはまあ、こう本当の名前と思っていいわけですね。名前を使って、そうすると木を表現できるというふうになります。次にですね、ポインターを用いてコードを表すと。で、この名前をですね、ポインター、つまりアドレスとするわけですね。つまりそうするとですね、これが内容ですから、内容はその、キーはですね、部分を名前で表すとすると、3つの情報でキーが表現できます。ノードと、それから左部分儀の名前と右部分儀の名前。それでですね、コード化の内容を決めることができます。で、そうするとですね、アドレス PA にこのキーを表現するとすると、このキーは3つの要素でコード化できます。これがノード A ですね。それから左部分儀のポインター、名前。これ名前なんですが、この場合はポインターでいいと。そうするとポインターをここに書いておきます。右部分儀のポインターが3番目に書いてある。これが木だと。ノードが A で、これとこれのポインターがあると、そういう木の名前を PA とすると。で、PB というのはですね、これ名前ですから、名前の内容はこれだと。B。で、特別の名前として、クーな木と表す特別な名前、存在しないという意味する名前を用意しておきます。というふうにします。そうすると、B で始まる木の名前が PB ですが、中身がこれだと。この名前 PC、これはポインターとして、これが指す中身がこうなっている。というふうにしてですね、この人間が名前、部分に名前をつけて、こういう、ある種の、名前をつけて階層的に表現する、方程式と見てもいいですが、こういうものはですね、ポインターを名前として、中身がそのポインターを含んだ、名前を含んだ、コードだとすることによってコード化できます。で、これを実際に2進数で表現をして、で、2進数で表現するために仮定をします。メモリーの1バードを8ビットとします。メモリーのアドレスをやはり8ビットの2進数で表現するとします。そうすると、これアドレスですから、名前は8ビットの2進数になると。1ワードに名前が1つ格納できるとします。メモリーの0番地は未使用として、定義されていない名前を表す特別なポインターということに約束します。あとは文字はですね、ASCII コードを使用することにします。そうするとですね、木構造のコードを、例えば128番目から木構造を格納するというふうにします。アドレス128番目、アドレスはですね、これですね、から格納することにします。そうするとですね、その木構造の一つの木はですね、3つのワード、1ワード8ビットですが、8ビット3つ分必要ですから、3つごとの名前を割り当てることができます。で、PA というアドレスは128になって、PB というのは3つ先で、こういうアドレスになります。PC はこういうふうになる。というふうにして、名前が決まります。この名前が決まった名前の、その3つのアドレスに内容を書いていきます。PA に格納すべきコードは、この A という、この場合、ASCII コードを使うので、これが A なんですね。あとは、左部分儀の名前。これはですね、PB ですから、これになります。右部分儀の名前。これは PC ですから、これになります。というふうにして、PA の名前を持つ内容はですね、この3つのコード、3つの連続したコードになります。
これがですね、A というルートを持つ2つの部分儀からなる木ということになります。これをすべて、の部分儀について、これを書き下せばいいわけですね。せっかくですから書き下してみると、こんな風になる。これが気構造の表現です。これは普通に本当にですね、私は実はコンパイラーを作っていますけれども、コンパイラーではいろんな気構造を作らないといけません。で、この方式が本当に実際に使われています。で、これはですね、メモリー上、ヒープ上と呼ぶんですが、メモリー上に、作られるデータの表現ですが、何を隠そう、これは単にですね、我々がですね、情報に名前をつけて、その名前を文章の中で使うということをやっているに過ぎないわけですね。こういうふうにしてですね、で、多少はその、原定理、すべての情報は、コードで表現できる、シンボル列で表現できるという、その正しさがお分かりになったと思います。な、必要なら名前をつけて、名前を導入して、任意の構造を表現できる。これがですね、情報のコード化の、基本的な、技術なわけです。で、その背後にあるのは、知っているものを記号列で表現するということなわけですね。これがですね、今回のですね、情報の表現という部分になります。計算の原理というのは次回にやりましょう。で、ということですね、情報の表現というのの内容が少しはお分かりになったと思います。これは知識を獲得して何かをするということではありません。ですから、情報の表現というのは分かっていると思っていたという人も、あ、そう、こういう面があって、どうだったのかというのが少しでも考えるですね、きっかけになれば、このゼミの価値があったと思います。で、これをきっかけにですね、いろいろその情報の表現に関してお考えになるというのをお勧めしますね。